チームどんな風に受け止めてますか？何回か僕は優勝してますけど、今年、優勝する、すると思います、はい、宣言をいただきました。次は埼玉ダービーです。そちらに向けて一言お願いします。いや、負けられない戦いって知ってますので、絶対、勝ち点3取りたいと思います、はい。シーズンいつもいい動きしてて、自分のポジションが悪くいいパス出せなかったんで、やっとシーズンの初ゴールを自分のアシストで決めることができて非常に良かったなと思います。そしてチームの2点目、柏木選手のゴールですが、あの狙いはどんなところにあったんでしょうか？狙ってません。風の計算しての計算してのゴールだったと捉えてよろしいでしょうか？いや、